これだ萌え。キリキリジャモジャモ、クールジャモジャモ、今日はいい日だね。これ作ってんの大阪ですよ、これ。やっぱりフィーリング合うんじゃないか。考えとんやな、やっぱね、関西人儲けようとして。淀川区宇多島。マジで、はい、宇多島って言うのかな。宇多島って言うもんね。ほうほうほう。俺昔淀川区住んでてん。あ、そうなんだ、うん、生まれは違うけど、うーん、淀川区で一人暮らししてた。俺もね、あの大阪大好きなんですよ。っていうのも、J リーグ開幕した時、うん、なぜかね、姉がね、うん、ガンバ大阪のファンクラブ入ってて、へぇ、で、俺も入ったんですよ一緒に。そうで、よくだからちっちゃい頃とか万博の方に行ったり、うん、そのファン感謝デーとか行ったりして、すごい、未だにね、ちょっと一個モノマネできるのはあるんですけど、うん、やっていいですか、長嶋さん。いや、違うんですよ、あの一回、あのラモス類と殴り合いの喧嘩をしたね、カ・シューゼンっていう。カシューゼンっていう懐かしいな、J リーグ開幕初期メンバーやの、ガンバ大阪、94年ぐらいのオフィシャルビデオに収録されてるインタビューのものまねを。いたっすなんこだ。わからんわからんわからん、ああもうその動画引っ張ってこなあかんよ。あるんか、探すけど。あのマニアックな話になりましたけど、大阪大好きです。脱線したな。このモナカの話、いや、モナカから脱線したな。ええけど、まあ、あの本当にカシューゼン並みに美味しかった、うん、オチは分かりにくいね。よし、はい、で、俺ね、チョモちゃんもさ、よくさ、うん、SNS で、うん、まあ、イチゴ食ってるシーンがたまにあるじゃん。ああ、そうね。だ、本当にイチゴ好きなんだね。うん、あの俺好きな食べ物ベスト3が、さくらんぼ、いちご、桃やね。それガチ、うん、ビジネス、ビジネス好きじゃなくて、さくらんぼに、さくらんぼが1位、1位、うん、1位がさくらんぼ、はあ、2位がいちご、3位が桃。マジで。でも味だけで言ったら、うん、桃も全然そのいちごさくらんぼに引けを取ってへんぐらい好きやねんけど。待って、桃っていうと俺らのリスナーさんみんな過敏に反応するから。一瞬いい。その桃が3位な理由は皮がめんどくさいっていう、それだけ。それだけ理由は。さくらんぼもいちごもそのまま食えるやん。桃もそのまま食えるなら、もしかしたら1位に脅かしたかもしらんぐらい好き。じゃあその缶詰の桃とかは最高なんだ。いや、あかん。え、全然味違う。え、そのシロップにつけてんのダメなの。ダメ、もうそのままの桃、そのままの桃がいい。はぁ、缶詰の桃はなんかもうその妥協案やかな。嫌いじゃないで。あ、マジでさ、うん、外食とかで好きなものはないの、うん、あ、なんかあるよ、不況に不況な食べ物はいっぱい。でもそれを群を抜いて、うん、フルーツ類が好きなの。うん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 。はぁ、すげえな。なんで考えられん。フルーツ俺半年食わなくても全然いいもんな。あ、そう。もうフルーツ、うん、え、なんかこうさ、うん、あの大阪だったらこう、うん、王将とかさ、うんうんうん、そういうのはある。いや、好きよ、王将も、うんうん、王将に行ったら、うん、必ず、うん、天津飯とチャーハンを頼む。天津飯とチャーハン、うん、それこそなんかメンヘラの頼み方みたいな。何よ、主食2つですか。あ、そうそう、それは天津飯おかずにチャーハンを食べて、チャーハンおかずに天津飯を食べる。それどっちかというと俺のやりそうなことだよね。どっちも食べたいねんもん、だって。はぁ、そりゃすげえな。何のやつやったっけ今日。今日なんだっけ。なんかのカバー動画だっけ。カバー動画もね、またちょこちょこやっていきますんで。そうですね、うん、お楽しみということですね。辻ちゃん、よろしくお願いします。気まずいわ、俺。そこはマジで。何、なんか知り合い。あ、そうなんだ。そうなんだ。まあいいよ、やろう、大丈夫やろ。やめよう。いや、やろう。あえて
てやろう。まあそんな感じですね。あ、いや、ちょっとだけね、ちょっとだけ上がってるんでね、武士にも食べていただきましょう、最後ね。お、うん。ここで来てる。パンって切ろう。